ちゃんのママチャンネルへようこそ。高橋明です。高橋裕二です。こんばんは。こんばんは。今日は久しぶりの夫婦時間です。夫婦時間撮りたい撮りたいって何回も言ってるからね。おそろいのパジャマでもちょっと私さ、メガネ外してもいい、なんかメガネをこう動画変わっちゃったからメガネを変えに行ったのよ、変えて動画変えてメガネ作ったんだけど、あ、なんかブルーライトカットっていうのがあって、それをなブルーライトカットした方がやっぱり目にはいいんですよ、だからブルーライトカットはこういう風に見えます、でちょっと色がこういう風に見えますって言われて、ちょっと色は変わりますけど全然普通ですって言われて変えたら、なんかこうちょっとなんか茶色っぽくてさ、俺実は最初サングラスっぽい感じかなと思ったの。サングラス買ったのって言われたぐらい色ついてて、自分では何ともないと思って買ったけど、ただ外すんだけど、外したらこっち見えなくなるから、まあいいか、外してみて。うん、外した方がいい。あ、ガチ外す。でも本当何も見えてないからね。はい、始まりました。始まりました。そうですね、まあ皆さん、まあ気づいた方もおられると思いますけど、最近僕が買ってきたパジャマですね。ジェラピケだよね。そう、ジェラードピケ。サッカー選手でジェラールピケって言うの知ってる？ジェラールピケ、うん、なんでバルセロナのセンターバックでジェラールピケ。うん、そうそう、俺の大好きな選手やねんけど、パスとかめっちゃうまい。まあどうでもいい、そんな話はしない。あ、似てる人がいる、ね、そう、似てる、そう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 置いといて、置いといて、もう縦パスとかすごいのよ、こうスターンってもうすごいパスで、サイドチェンジとかもパーンってもうすごいのよ、キックゲーズもアグレッシブで、うん、まあ置いといて、ジェラートピケね、ケ有名だね、うん、女子は大好きですね。で、これはね、その後ろにスヌーピーが描かれてて、見える？うん、おソロで、まあ寒くなってきたんで、なんか買ってきました。そう、私のパジャマがもう何年も使ったんでね、もうしかも 2着しか持ってない。なんか冬のパジャマを本当に毎日洗って、あの乾燥かけての繰り返しで使ってたら、もうありえないほど色落ちして、ありえないほどちょっとケチョンケチョンになっちゃったので、やっと新調しました。ね、だけど、ま、長袖もこれしかない。だってずっと使ってたやつも多分もともと長袖長ズボンやったやろうなっていうのがすごいね。今七分だけぐらいになってるもんなってたね。そう、うん、でユージがいや、そろそろ買いな、パジャマ新しいの買いなって言ってくれたんだけど、なんか自分でピンとくるのなくて、もうしびれを切らして買ってきたっていうのが俺が、したらなんか私のだけじゃなくて自分の分も買って、やっぱ欲しくなるよ。店員さんに乗せられたっていうのもあるけど、そうなの、似合いますよって言われたの。絶対お揃いで着た方が絶対いいと思いますって言われて、でもこれめっちゃいいよね、気持ちいいよね。純の分も探してんけどちょっとなかったな、サイズがもうちょっと大きいだっけ。そう、純がやっと100着れるけど100だとまだでかいよね。お揃いの洋服でパジャマでお送りしてます。お送りしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はね、どんなゲームをしようかなと。ゲームじゃなくていいよ。やだよやだよ、なんで。よくなんか YouTube とか見てて、うん、なんか面白そうやなっていうのがあって、うんうん、1から10の数字を言って、でその番号の数だけカメラロールをほんとスクロールする、うん、で止めた画像、うん、公開公開、まあ見せてもいいのか、見せっていうのはあるかもしれへんけどそれについて話したいとか、ね、見せましょう今日は。いいよ、喧嘩なんだ、大丈夫。いや、消してへんかな。大丈夫かな。先行ここ。じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこで、ほい。あいこで、ほい。あい、ここ。ここいいよ、じゃあ、秋ねんじゃん。で、やっぱこの1から10じゃなくて、秋の誕生日が10月3日じゃん。うん、10月3日やから、10回と3回。いいよ。え、最初何？ 10 回。10回、3回から、3回から回って楽しくない？じゃあ3回から。いいよ。あら。ちょっと。起きた。おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、いない間さ、変な写真の子消してないでしょ。消してない。なんでそんなズルしなあかん。3、3スクロール。せーの。1、2、3。ですよ、あんまいかへんじゃん。持って。1、2、3。お願い。いいんじゃない？ 13 にしよう。じゃあいいよ。じゃあ最初13で。いいよ。せーの。1、2、1、5、1、2、13。お、トスにいるときですね。
どれ？ほら、こんな大きい私が見えるかな。なんいいの選んだな。ちゃんと見て、でもすっぴんでルーナと、で私お腹大きい、妊娠中だ。2019年10月24。10月24やからもう生まれる時やんぐらい。臨月の写真です。4月11日だから15。15。せーの、1、2、3、4、5、15。それで、おお、でも私の方が大きいんだよね。やばい、こんな写真面白すぎる、これ。私がなんか編み物にハマってて、そう、初めて俺2頭欲しいって言ってたよな、うん、冬で2017年10月付き合ってまだ1年経ってないね。頭がちょっとでかいよね。でかめでみたいな感じで言われて作ったニット帽。でで、でかすぎです帽子。やばい。でかすぎです。しかもこれ奥行きもあるからね。こう上に。なんかちょっとデスピンでかかった。めっちゃでかかったからこれ。そうな、全体的にでかくて、もう顔死んでるやんこの顔な。かぶせられたみたいな。しかもこれユージのお兄ちゃんがとかなっけ？そうそうそう。そう、ユージがまだ京都に住んでるから東京に遊びに来てるタイミングでね。じゃあ次は、次はじゃあやっぱり数いった方が楽しいから、じゃあ同じ数にしてみよう。じゃあ次30、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30、あれ30か、5個。2017年7月23、付き合ってこれまだ5ヶ月とか、あれ2月、1月だったから半年くらい。若い。じゃじゃーん、2人とも若い。若い。やば、ここ覚えてる？何言ってた？ポント町のなんかカッパ寿司みたいな子。あー、あそこのデートです。よう覚えてんな、そんな。いくで、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12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 
その時の2014年だから何歳売るの。じゃあこの時はじゃあ20歳じゃない。あんま変わんないね。でもさ、言うたら8年前のやつ30スクロールしたら見れんやで、うん、全然写真ないよな。これさ、一番最初戻ったら何枚合計。そりゃ違いますわ。1万3079。37956。いやー取りすぎ。でも仕事で撮ったりするやん。仕事も撮るし、2014年1月15。これ何のダンス。なんかフレンチキスの多分発売記念イベントのなんか、うん、振り食いってかその、ちなみにその次が白クマ。これね、シンガポールに撮影で行った時かな。これルアナがちっちゃいよ。ルアナが来た年。すごい、そんな写真あるの。こんな感じですかね。じゃあこれはスクロール編やね。じゃスクロール編だね。またなんかじゃあ撮りますか。ねえ、でも懐かしい写真出てきたね、いろんな数字でやったら面白いかも ね。最近の子供できてからとかも面白い。確かに。ちょっとドキドキせん。ドキドキするな。何その付き合ってない過去のところをさ、うん、見るわけやん、うん、ちょっとドキドキせん。ドキドキするよね。変なモデルボーイ。しかもユージもさ、今のさ、私がさ見てる時もなんかちょっと若干みたいな感じです。いや別に。なんかメンバーとなんかグラビアの写真とかも入ってるから、ユージがなんかちょっとなってた。グラビアの写真もうちょい見せてよと思ったけど、嘘でーす。若いのね、その時。若いね。私も24とか3とか。今日は夫婦時間でゲームを遊びました。また撮ります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではおやすみ。おやすみ。